Why? 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 Why?
瞬きに超絶な心は持ってかれた。
皆さんお集まりいただきありがとうございます。ありがとうございます。いや、あの、
よかったね。しょうもねえな、はい、しょうもねえな。皆さん、今日はですね、ちょっと先にお知らせをしたくて、私たち明日から東京なんですけど、ちょっと告知聞いてください。明日東京ワンマンライブやります。やったー。そして10月2日私と小春と、ライライが TGIF の方に出演します。グラビア、グラビア、エッチなやつ。そう、エッチなやつなの、小春さん。だからないじゃないか。相当エッチらしいです。楽しみですね、それは。ニヤニヤ。そして3日、なんとこれ本番のね、東京アイドルフェスティバル3日目に出演します。よいしょー。やいしょ、よいしょ。12日、ちなみにこの中で東京アイドルフェスティバル行くよって人いますか？お、いるじゃん。みんな行くって。あー、そっか、みんな行くって。ありがとう、本当に嬉しいわ。そうね、ちょっとテレアさんですから、そういうのでね。そして私たちもう一個重大な報告があります。何、卒業ですか？マジか。何なんかあったっけ。衣装、今日で見納めじゃん。あ、お前よ、名古屋の人はね、かっこ名古屋でこの衣装はおさらばでーす。やったー。え、明日は岐阜から、ね、名古屋でって言ったじゃん。名古屋の日から新衣装。そうです。というか痛いっけじゃけん、まあ、実質ね、ちょっと実質明日がこの衣装ラストなんですけど、まあ名古屋の方はね、もうしばらくこの衣装は見納めということで、そうなんですよ。なので皆さん、新衣装をね、お楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。耳ついてる、耳ついてる。何に？衣装。あら、言っちゃうのですか。ちなみにいつ発表？新衣装は、新衣装は東京アイドルフェスティバルの3日目でお披露目しますので、皆さん来れない人はね、ツイッターか、あのオンラインかで見てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。なのでね、今日ね、ラストのね方はあのチェキ取っといた方が全員いいんじゃないかなみたいな感じです。よろしくお願いします。お願いします。ではワンマンライブ始まったばっかりなんで、皆さんまだまだ余裕っすよね。さすが名古屋ですね。じゃあまだ夏なので夏曲やります。もう終わったよね、夏ね。もう終わりだ。いやいや、まだまだ夏です、小春さん。何も考えてないよ、私。
これそうですけど、行きますか。
ラスサビで、ちょっとダメだってそれは。ブーじゃないよね、ダメですよ。ああいうの怒ってくださいね、後から。Mama, look.
る。もできない。それがどうして。
Yeah!
ちょっとごめんなさい、本当に、本当にごめんなさい、本当に。ちょっと、やめてやめて。違う、楽屋でね、ちょっと過去のね、アドバンスの事故のみたいな話をしてたから、それであの頃って出てきちゃったっていうね。ごめんなさい、本当に。そして、あの、今日、名古屋はもうおやすみだから、一言ずつもらいたいですけど、いいですかね。大丈夫かな。で、まあいいかな、大ちゃん一回ほっといてね。小春ちゃん、お願いします。はい、じゃあ。名古屋のワンマンは、すごい前ぶり、2回目、今回で2回目やね、トイズさんのところとね、だったので、2回目ですね。比べたら、1回目に比べたらもうすごいたくさんの人が来てくれて、本当に3回目、3回目です。3回目だよね。そうだよね、知ってたよ。そうだね、知ってたよ。に比べたら、まあ本当たくさん人が集まってね、来てくれたので本当に嬉しいなって思います。ありがとうございました。 イエイイエイ、イエイイエイ、なんか卒業みたいな感じ。あのこの度名古屋なんですけど、卒業しすぎた。置いといてね。突然すぎる。あの、なんだっけ、嫌だ。言いにくいな、すごい。すごい、すげえいいこと言ってくれそうな感じじゃん。この会場、私が来るとき、得点会終わった後にいつもアイスクリームが食べたいんですよ。でも いつもシャッター閉まってて、あ、もう食べれないかなって思うんですけど、もう運営さん、スタッフさんがもうすごい心よく開けてくださって、2回も私はソフトクリームを食べることができたんですよ。それがもう今日ライブ中に、なんとね、運営の経費でソフトクリームが経費でライブ中に食べれるという、本当にありがとうございます。 これは待って、この流れは。横でアイスクってるの知るしかも。ない。多分そう。じゃあ、りちゃん、なんかありますか？名古屋の男の人との思い出とかあったら聞きたいんじゃない、みんな。ああ、名古屋の人との思い出を聞きたい。聞けよ、これ。ちなみにセックスしたことある人いる？こんな感じ。え、この中にはいませんね。あ、いないの？いないですね。はい。キモ。 じゃあ今日誰とする？え、でもね、あ、でもうちら今日東京行くんだっけ？私かな。ハイエースの背負いや、一人選んで、ハイエースで東京連れてこう。みんな目をそらし始めたぞ。そらすな、そらすな。帰るなら今。最善のピンチで目をそらした。なんかさ、彼女がいる男からヤホヤホってされるんだけどさ。誰？リア充がいるんです。あそこにね、彼女を持ってる男がいるんですけど。 いいな。浮気していいですか？いいよ。ダメ？いいよ。ダメ？いいよ。それは今日責任は取らんけ。ダメやろ。普通に考えて。じゃあ次考えよう。え？え？お前、あなた。私？言っても。言ってないよ。ちゃんとありがとうございますって言わんと。何やがってんの。だから。名古屋の皆さん、ありがとうございました。はい。リコーさんです。アベマ TV を見てくれた方はよくわかると思います。そうだね。 喋れなくなるじゃ、誰か喋ってる時じゃないと喋れないっていう。何になりたいんだっけ？ダイヤ。はいってなったもん、うちも。はい。じゃあ次、カンニャ。カンニャ、これからのプラスは任せてね。え、なんで止まるの？本当に。いや、今日ね。いや、すごい、ありがとう。見ちゃったよ。そうだね。いろいろね、やらかしがあるんだ。頑張ってくるね。ありがとう。え？いらない。ありがとうね。もしかして。大丈夫、大丈夫。一番長い、一番長い。はい、はい。 これさ、ジェネレーションだね、マジで。で、歌うはいけるかな。一緒じゃん。あなたに甘えていけねと恥ずかしいかもね。かもね。はい、いるやん。よかった。これも、朝の朝じゃないね。あの、1本目のライブでね、すごいしけたんで。絶対嬉しいです。ソロライブしました。ありがとうございました。めちゃくちゃ恥ずかしかったんで。ちょっと待って、感想言っていい壁。 そろそろ。あ、これ、これ直すじゃあ言ってください。あ、わかりました。じゃあ、この中で。言いにくい。かもね、じゃないしね。え、すごい、本当に名古屋の人大好きですね。本当に大好きです。かもね。かもね、じゃなくて。はい、かもねじゃなくて本当なんですけど、まあ、そんな、わー、しまらねー。ちょっと待って。
めちゃくちゃかっこよく締めてよ、今日のね、しっかり。頑張れ。あ、でも、うるさ、自分の声。10月、なんと明日からね、全国で緊急事態宣言が終わるということで、イエーイ。なんかね、ニュースによるとね、野球とかサッカーとかね、イベント系のね、声援とかもどんどん OK になっていってきてるらしくて、お酒も飲めるね。やったー。でもさ、でもさ、まあまあまあ、あの私たちね、ここまでね、いろんなね、グループがね、こうやっぱ仕方なくなくなったりしてる中でね、ここまでね、あの私たちはね、続けていけて、そしてこんなにね、最初の名古屋からコロナ禍の時からね、どん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 お客さんが増えてるっていう状況がね、すごく幸せです。本当に見つけてくれてありがとうございます。こっからなんで、私たちの逆襲はこれからみんなでフランクスターズ多数派を増やしていきましょう。イエーイ。ね、総裁も広島出身ということで、一緒に日本を変えましょう。まあ本当にあの改めて本当に、ワンマンライブありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Yeah.